どうも、最強の母役をやっている、キータと、大輔です。というわけで、タイトル、またサムネにもある通り、キータが倒れて、病院に運ばれましたという話なんですけど、はい。これは一体どういうことですか？いや、こっちのセリフです。あ、まず、休止、お休み期間ちょっと、動画投稿遅れてしまい、すいませんでした。遅れてしまい、遅れて、休んでました。そうだね。動画楽しみにしててくれてた皆さんにはちょっと申し訳なかったです。でね、予約開けたということで、開けて一発目で、これですね。開けてないよこれ休止じゃん。今日はちょっと休止中の話、とかをして、まあなんでこうなったのかみたいな話まで持っていけたらなと思うんですけどどうつながるのかね気になりますねこれGG 100万人っていう目標のプレッシャーとか、こう手伝ってくれてる人たちをどううまく使うかとか、制作体制立て直さなきゃいけない、もう動画いっぱいいっぱいになっちゃって、ちょっと頭がパニックになっちゃってね、うん、まあちょっとお休み、一旦お休みしてリフレッシュしようということで休止期間に入りました。で、休止が終わって活動再開しようってなったタイミングで、彼が喉の病気になって、そうですね、なんか原因はよくわかんないですけど、なんだっけ、咽頭炎なのかな、咽頭炎、うん、PCR 受けても陰性で、でも声が全く出なくなって、うん、あーみたいな、うん、青木真也さんみたいな、なんかさ、 LINE 送られてきたよさ、ヤネスケがごめんちょっと今日無理だわみたいな、申し訳ない、俺も喉がやられちゃって来れないとか言って、でその後ね、本当に声が出ないんだよ、まさか自分が青木真也みたいになるとは思わなかったよ、いや、これも変わってきて、本当なんですか、ふざけてんのかさ、怪しすぎますよ ね、なんか心配しようにもできないよね、うん、マジでこの声だった、いやいや、むしろこの後もっとひどくなった、でもこっちはさ、こっちは急に予定ドタキャンされてさ、心配なのにさ、なんか急にさ、いやー青木真也みたいな声になっちゃったよ、ね、ネタでこんな朝早くに送ってこないで俺もこいつふざけてんだよなんか普通に休み明けてさ、頑張ろうってタイミングで喉やられちゃって、まあそれちょっと2日間3日ぐらいお休みして、まあ俺も病気がね、元に戻って、さあようやく再開だって、もう動画撮ってたんだよね、そうね、動画撮り始めて、動画撮り始めて、うん、まあでも10月の大体3日ぐらいに公開しようって予定でね、その通り進めたら、僕がちょっと偏頭痛持ちで、うん、たまにこうストレスとか疲労が溜まると痛くなっちゃうんですけど、頭痛がガーって、もう人生で一番重い、めちゃめちゃ痛い激痛みたいなのが、朝10時一人でパッて起きて、ああ今日15時から会議だと思って、もう二度寝しようと思ったらもう激痛走ってきて、グワーッきて、でバファリンも効かないみたいな、頭痛薬で親に電話してどうしようどうしようみたいな、頭痛薬も効かないし、もう一向に治んないみたいな、1時間半ぐらい耐えたけど痛すぎて動けないベッドから、うん、だから親がもう救急車呼んで、これですねこれで、サムネの写真ですね、親が駆けつけてきて、写真撮られてましたキータの親から送られてきて、なんか、うん、ちょっと笑っちゃったもん , 笑っちゃいけないけどみたいな、どういう表情で撮らせてんのみたいなジージー、内側の話をすると、なんかすごい今バンカラジオ壁にぶち当たってる時期なんですよね、なんかそれを、その壁にぶち当たってる時期だからこそ、毎晩毎晩なんかそればっか考えちゃって、堂々巡りというかね、うん、なんか寝れなくなって寝れなくなってみたいなっていう日々の中で、ちょっと多分疲労とかが溜まっちゃってこうなったっていう話でしたね。昔も一回あったんだよね、言い方ね、うん、なんか急にお腹聞いたから呼ばれて、うん、ちょっとやばいかも頭痛がって言って、でその時も救急車が運ばれて、うん、深夜ね、なんか二人で病院に行ったっていう思い出があったんですけど、ねいやなんか今回も親がヤネちゃん頑張ってくれたみたいな、親からヤネスケに電話なんかした時に、今すぐ行きますみたいな、病院どこですか病院みたいな、心配です今すぐ行きますみたいな、いやでも全然来れなかったんですけど親族以外入れなかったんで来れなかったんですけど、うん、そりゃそうなるでしょ、いやでなんか全部仕事の連絡もしてくれて、なんか大量に LINE 来てさ、関係者から濱井さんとか歌い手とかコンジルとかさ、なんかみんなからバーって LINE 来て、大丈夫心配だわみたいな、ヤネスケが連絡してくれて、なんとか一命を取りとどめましたね。直樹にも電話したけどね、ちょっとびっくりしたもん。いやーびっくりしましたよマジで、その直前ぐらい、だって電話出たらなんかもういやーっつって何の話言ってる、いやなんかマジ青木真也から電話したガチで、その時とはまた別じゃん、ああもうそれ治った後じゃん青木真也治って1週間後に俺だから時系列おかしくない青木真也って、青木真也って誰わかんないでしょこのさ、偏頭痛の一件があって、うん、なんか俺の中ですごい吹っ切れたというか、ちょうどね、
バンカージの壁に当たってる部分がなんか生死をさまようというか激痛を終えたからね、なんかまあ生きてればそんな問題ないなっていう、そこの極論に言っちゃったのね。うん、でもなんかあんま悩んでてもしょうがないなみたいな感じでね、すっきりした気分もあります。まあ良かったですね、大事には至らなくて。そうね、壁っていうのもやっぱさ、今後バンカラジオがなんか俺らだけじゃなくて、うん、この3人だけじゃなくていろんな人入れて3人じゃできなかったことに挑戦していく、うん、コメディの制作力をねアップさせていって、やっぱ日本一のコメディ YouTuber 目指してるんでね、日本を代表する YouTuber 日本を代表するコメディ YouTuber、 そうですね、まあ、そこの脚本力、演技力、制作力、この3つをね鍛えていく中でね、制作力の部分で人を入れて、うん、会社として大きくなっていくみたいなところですごい悩みがあったんですけど、ようやく吹っ切れたということで今後活動再開しますのでね、サブチャンネルも結構出るよね、うん、ストックあるしね、うん、直樹さんよろしくお願いします、選手お願いします青木慎也さんよろしくお願いしますよろしくということで、活動再開いたしましたので、はい、また今後ともよろしくお願いします。来週は2本ぐらい多分実写チャンネルのバカヤロスタジオから動画出るのでぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。